せよらー、うわ、だせー、こらー、あ、おらー、くっせんだよ、わー、え、これ私、私が、お風呂入ったのに、ごめん、ちょ、牢屋が、牢屋が、あー、さ、錆びてるもんね。くっせんって聞いた瞬間、自分って思うところが、普通 DT 感丸出しなんですけど、いや、小学生の時に、あの、口臭ひどすぎて、お母さんにドブみたいな匂いって言われるから今回ですね、あのいくつか議題用意してきて、私たちで話していこうかなと思うんですけど、はい、あのやめて、借りてきた猫みたいになんの。いや、ごめん、いや、話してるから黙った方がいいかなと思ってなってる、なってる、いい感じっすか、皆さん、どうでしょうか、お金、ただいま戻る。ね、なんかもう広告の適合性ついてんだけど、戻ってきたらなんで。すいませんでした、どうやらですね、僕のパソコンがですね、バグを起こしてたみたいです。ほんとすいませんでしたよかった、私がおかしくなくて。いや、もうおかしいのは私だったわ、ほんと。臭くはないよな、私おかしくないし、臭くもないよなマスコってガチで生えてんの。話によると、14センチのマラが生えてるみたいな。あー、14.3 だね。細かうるさいや、大事ある、この3ミリ平常時13、勃起時 14.3。 すごい綿密に知ってるってこと、やっぱ生えてるとしか思いようがないよな。そう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 。で、金玉の半径が約5センチ。きっしょ、5センチ、アンパンマンの2ホッケぐらいあるってこと。もうだって2リットルも出すの。うわー、すごいね。マスコちゃん、一生彼女できないわ。え、なってくれないの。自販機5センチの金玉を抱えた私の世話をしてよ頑張って両手で擦るぐらいまでかもしんない。牧場から牛とか連れてくからさ、コマネが合わせてコインやるから牛で我慢してほしい。コマネもその当て馬みたいな感じない。え、バビ肉じゃないっすよね。いや、もう蓋なりだね、うん、ちゃんとおっぱいもあるし、おちんちもある。おー、でもコマネもね、ふたなり説あるんですよ、実は。あー、じゃあふたなり同士で虫キングみたいなここなんだよね。このさっき虫キングって言ったけど、皆さん、このマスコ初見の方、この子何歳だと思います？え、初めて何歳やと思った。え、ごめん、正直言うよ、35。おお、25、30、32だよね。なんか話の議題が美里さんと新宿の動画とか出してて、よくパチンコの話とかしてるし、そういう知識とか古いアニメは全部お父さんから教えてもらってて。お父さん教育に悪。この子ですね、なんとですね、今18歳だよね。あ、そうそうそう、成り立てだよね、しかも今年の2月27日に誕生日になって。ガチでおかしい。18歳なった。いや、おかしいわ。そうそう、怖いわ、すでに。アカウントを YouTube 開設したのが9年前、2014年ぐらいだから、ね、うんうん、小学校の時にから YouTube やってる、うん、バケモンやで。コマネちゃんね、本当にいろんな VTuber さん問わず配信者さん見てるんですけど、初めてこの子の配信見た時、バケモンだと思いました。こんなにトーク力ある人、ガチでいない。ちょいちょいちょい、そんな褒めたら、そんな褒めたら、ちょっとマラしか出ないよ。いや、マラバギナ出して、バギナもついてるんでしょ。あ、マラバギナセットでついてくるよ。本当に、やった、ハッピーセットみたいな。この子18歳の振動なんです、マジで。プレッシャーかけるわけでも、ちょっと期待値上げるわけでもないけど、コール的に見て本当に超尊敬してるし、リスペクトだし、めちゃくちゃ好きだから、今回ね、勇気振り絞って声かけさせていただいたっていう感じです、DM 来た時、うん、嬉しすぎて、うん、一瞬はぁってなった後、すっごい丁寧な文章だったから、うん、これその先生っていうような、うん、コマル本人じゃなくておっさんが書いて送ってるのかなって思って、ちょっとなんかモンモンしたりしたけど、うん、これ私おっさんの文章にこんなちょっとやきもきしてるのかなって思いながら。え、大丈夫、Eカップの美少女お姉さんが書いてるんで。よっしゃ、ありがとういっぱいいっぱいね、なん立ち上がってもろて、14.3センチ。ありがとうなーって伝えたくて、困る、この後エッチしよう、エッチをした後はもう一回エッチして、その後チューをしよう